The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Rebel 2번. 여름. 아, 일단 最初の組み合わせスタート。シーマーシーと1ピーガーがレインさんで2ピーガーがアミアさん。さあ中段しっかりガードしてる。ランという込み。まあ確かにね、あんまり強くない強くない言ってたランと入れ込みですけど、これランとの後非常にフレームがよろしいようなので、まあランと入れ込み悪くないよねという気はいたしますが、さあこれはリーサルだったんですが、おーっと3周いている読み出し3周カウンター時のリターンが、まあ今回は結構レベル制、読み出しでのカウンターのリターンがあるので、 5B にしろ 3C にしろそこは強みでしょうか。でんでん、確かにね、火力と状況両立できるから入れ込み連投は悪くないよね。あーっとー、おそらくクーダビーロイガーとかかな、 5B で拾えるかわかんないですけど、結構レルスは発射近い時は空中の BC ロイハースからクーダ BC ロイガーとか、オリギアロイガーみたいなので拾い直して 4D で状況取れたりするんで、今回はそれがちょっと強いかなと。かしげさん、さあバースト切ってもよかったかもしれないが、ダッシュエリルでまたかなってて、さあ 1-1 5P 先端早めにバスト、これは結構いいバストな気がする。またロイが、さあここをハース使うかどうか諸説ありますけどね、ちょっと待てば赤になったんで難しいところだが、うまい。もう 2C から 3C は結構いやらしい。さあコパン置いている。おお、味方これが強いですよね。さあこれは体操ですけど、なんや、おそらく通常ジャンプ BC ロイガーハース、クーダ BC ロイガー 4D、6A オーバードライブ 3C 程度とかで死んだんじゃないかな感は若干ありますが、01。ささあ2試合目、オーディアバレーだったのがちょっと見てなかった。さあアクティブフローに入るのでリンさんもう一回使えるんじゃないかという感じ。中段、さあ暴れ尽くしになっている。さあボディカウンターフェイタルなんですね。こんな暴れ尽くしで使ってねえのみたいな。フェイタルカウンターというのはなかなか、おっと入居潰して、足は結構やっぱプレッシャーありますね。ノエルバルトリン、さあ 2D からのクーダ BG、しっかり立っていると、あの3種はなかなかうまい。さあ OD 回収、ジャンシーロイが
ハース、サンシー、バルテス、どっち？スパシケダン、ロイガー、ヨンディ、シャムシー、ロイガー、ニンシー、研究シェル、ゴミニシー、ジャンシー、ロイガー、ハース。サンシーはちょっと空振りですが、しっかり攻めが取れる。サンシーのパスの速さは非常に。さあ、マルトスは当たらず、結構読めだけ前がそうなね、難しいですよね。かなりセンスが。ちょっと当たっている。さあ、ハジが前のか、あと、ダッシュは。面白い読み合いだった感ありますが、5番。ここはロイハスを選択、バルテス。どっち？チュナガード。さあ、マーヤパンはコパンで生まれている。さあ、ガーキャン。さあ、2秒埋める。ゴビ、ロイガー、ヨディ、シャムシー、テイクロイガー、シャムシー、ロクシー、研究してる。ゴビ、ニシー、ジャンシー、ロイガーハス。サンシー、バルテスを選択。さあ、ガーキャンがある。ここはしっかりユリフレームなんで、コパンを出していくと。さあ、ヒジさあ、チョクテイル駒投げマシこれ、駒投げ中にね、位置が変わるようにしたのはね、相当気遣って調整しますよね。イグニスがギュルルってドリル当ててる間は接触判定がなくなるんですよね。これが接触判定あったまんまだったらめっちゃ押せたよねっていう話で、レルスカが結構保存を噛んでることではないでしょうか。さあ、どっち？サシゲダン。さあ、ファジーはしてないっぽいですね。これ足りちゃうかな？足りたっぽいですね。サンシー、サンシーロイガー 4D で、おそらく足りた感はありますが、さあ、ここからシャムくらい。ああいう 4D で足れるかどうかわかんなくても、どうなんすかね。おー、伸ばしていく。サンシロイが4D オーバードライブとかで、回っている。オーバードライブ、さあ、これ難しい読みになった。割と適当程度出したいところだったが、入れようとしたら、出なかったかんか。さあ、もつれて。さあ、開幕ランタン、前飛び、うまい。結構信じてますからね、レイフスカイ、あの乱闘開幕は。前飛びを通していく。壊し投げ。さあ、どっち？なるほど。さあ、中段当たらないが、ここで暴れ強しになってしまう。おっと、シャムシーよく見ている。なんと先端から一人タグ。コアガーキャン、ジャンプ B、エークタイク。まだ残る。バックス。さあ、ビノムが出なかったか。中段
ここが EA 使って、頑張ってほしい。うまい。西、ロクシー、研究してる。ゴビ西、ジャンビー C、なるほど。さあ、バスト使っていく。これはアベマスターで、ね、ちょっと美味しいバストが。難しい。3C を打っていくのはかなり、わびさびがあります。やっぱ我々、というか、ナブカブと、僕はあそこ 2B で安定取ろうとしますからね。2B はやっぱちょっと発生が遅いせいで。上でとかバックスを潰せない時があるんですけど、サンシーだったらね、届く距離はかなり確かに強いですよね。あ、サンシー、まあでも 2D か、なんか難しい。さあこれで 2-1、カウンターシャワーミくらい、結構ノイルみたいな足の速いキャラはベースが難しいですけど、中断。投げバーストで切ってしまってもいいかもしれないですね。まあ、レディス、オーバーダイブ使うところ結構あるんで、オーバーダイブ残したくなりますが。まあ、このゴミ枚数が強いんですが、空中となるとね、気まずいということで、なかなか難しい。内野締めにして、生中。さあ、これは乱闘で込みが減る。研究してやる。ゴミにし、ジャンシルが、ハース、三振、バルトゥスを早めにかぶせて、これはバリガが出ない。さあ、オーディアバルが通って、しかも生オーディだから長い。これでアクティブフローに入って。さあ、アミアスさん側はこれ、オーバードライブあるんですけど、使わない。おお、裏にいる。ジャンペクーナギは抜けている。5番アユチ、ゴービーアユチ。さあこの状態でやはり動きたい。5番5番動きはかなりな腕を感じますが、直でいる。うまい。さあ、直った上で釣られなかった。非常にうまかったが、4D がヒットですか。3-1。
あっと、ちょっとヒット。なに抜けて、ジャニオッケー。どうなんですかね。まあレルスも分かりやすいからなくなったんで、なくなったのとやっぱ減らないんでね、今回はね。前作何回当たったら嘘でしたからね。今回はね、あの結構いいのが当たってやった3000なんで、なかなかそうね。いやー、かなりすごいキャラでしたね。今自身もカウンターうまい。西野氏クラッシュ力が使う。なるほど、これ研究したら入るのでかなり回収できる。どういうか、ないや、闇からゴミからのバルトゥース。なるほど、差し替えたわけなの。ここはまれ、どういうかパス。さあここはバルトゥース。さあガーキャンをケアして、まあしかしバイオスでよかった。これは確定じゃないけど、ここパンが当たって、いや、うまい。さあパンチがうまい。なんとここパンで潰して、さあこのダイオクスは結構あのボルテード一発で死んじゃうんで、レオスはこのね、死ねっていうボルテードはかなり強い。投げはしっかり抜けているが、さあブラッドレイン、お、これは化学、うん、まあでもそうね、まあほぼ終わりですね。あ、ラントボルテードは繋がないの確かね。ラントボルテードくらいは繋がってくれてもいい気がするけどな。あ、バックセカー、なるほど。なんとはね、ラピキャンできないんですよ。そうなんですよ。僕もラピキャンできるのかな、できるようになってるのかなと思ってやったんですけど、できなかった。スタシゲダン、うまい。これは収納選択。なるほど。ちなみに赤体力は収納使用しなくても回収同じなんですけど。集団、おっと、あそこ2名やるとフレームがダメか。これ足りるんじゃないですか。あー、さあバイオスいいんじゃないですか。そうですね、かなりきつい集団。さあここは、お、スカシゲダンを選択。なるほど、ほぼ死にかけなバイオスでしたね。バイオスフライディングを僕調べまして、まあ、かなりリターン取れるんでね、ユレッパ。いや、4000減りますよ。教えないってツイッターにも書いてるし、僕八王子わからずバトルにも書いてありますから、まあ、気になる方は見てください。ジャンシー・ロイガー、ジャンビー・ジャンシー、しゃがみシー・ジャンシー・ロイガー、ハース・サンシー・ロイガー、4D6、ボルトード。あの面白い当たり方をするんで、レース界の皆さんはぜひ。ほぼ本戦キャラ入るはず。まあテイガーとジン、ラグナあたりでしか調べてないんですけども、まあイザヨイは実戦で当たったんで。でさっきなんかあと別の1キャラに当てたの誰だったかな。さあどっち、チュナン、さあ勝利。ここは回収、西シーベース B、 西シロイガーハースからの3シバルテス。さあガーキャンがあるのでちょっと読み合い、これはラピキャン使うのかな。まあでもどうですかね、あれまあマブカムも結構やってるんであれなんですけども、まあ今読みがいっぱいあったんで 2B6C から乱闘でもほぼ負ける選択肢なかったんじゃないかなと思いますけども。さあこれ結構熱い形になっている。レイン、青い、おーマジか。ジャンビー、さあ浅く当たったところをパンで割れて、バックスバルティス、お、2秒見える。なるほど、さあこれはかくらない。
斬新坂目にかませて、さあ三振三振をゴミで暴れていく。しっかりシール、バックス空中投げ、あーっとあれノイルズやね、ノイルズ 2-3、 おっとバックス引っ張ってノイがないや中断。さあこれは足りる、足りるがバーストが、お大丈夫それ、おおマジか、ね、ドキドキしましたけど今さあ最初ラウンド、あとこれ初ロイガーハスバルトス、どっち中段サンディで合ってますよ、コーマ投げ前し、さあ早めにバーストですけど、このおうまリリーヒロイはわびさびありますね、相当、いや相当わびさび感じましたよ僕。じゃあミロイガーないや、あでもあそこでさ CT 使うのいいな、俺もやろう。あーこれはリンサル、ジャンディリーがやっぱ強いですね。ああいう相手の空欄に合わせる感じでバックダッシュジャンディリーがレベスがかなりリスクの薄い行動なんで、あれを釣って何もしないっていうレベス対策、まあ線使うんでね、コストをあれだけやってるとどうしてもどっかでしまわなきゃいけないから、下段のヒット、サウスからバックステイ、しかも後ろ投げで位置を変えて、あ、いいバスト、ここはいい判断、まあ、そこからやられてしまう可能性もこの時はありますから、さあこれはどっちを選択、あーなるほどなるほど、あー中段当たっている、これは皆さんにでかいが、シノコン選択、青体力は収納根に行くことによって全回収ですが、さあこの EA 締めは状況が悪い、あまりよろしくない、ジャンプクダイク、あれは 5B2C ジャンビージャンシーロイガーハースかな、ちょっと僕も自信がないが、まあ、お体力でもラピキャン使うとほぼ返ってくるんで、まあ、そこの判断は結構難しいですよね、レースは。ジャンプ DD。マジ、美味しい。これはいっぱいレースが入るやつ。あれまあでも最終ダメージ変わんないで。ミルシーロイガー。なるほど。中段、これは足りてしまうが、さすがにバースは使わないか。4D、6A、ボルテド。そうね、前パン、あーあとラント入れ込みじゃねえよ、合ってる合ってる、ラント入れ込みはそもそもノーゲージで3400とかそんくらい減るんで結構減る、おー暴れて、おっと伝わらない、ここは空出しない、なるほど結構あるよね今回は、ギラルギア、さあ青体力なんですけど、あいつもゴミ簡単させたいからレースやっぱ、さあ爆戦読んでいる、これなんか足りちゃったりするのかな、さあ最後無理か、さあパワーストつかざるをえない、ここは難しい、シャムシータイプ、おしかも嫁が帰っている、これはしかし
もちろん昔からですよ。これはワンチャンあるか。ちょっとレルスカーにゲージがないのやはり。ここは内野始めにしておく。身置き繋がって、あーロイガーでゲージたまなかったかな今。裏さあ、あーこれで4三。さあシャミくらい、あこれは足りる。しかし、あーこれ難しいんだよね。さあ 3C に対してガーキャン、そしてさあ目立つさんあるのか。カキャン、これ取って、あーっとコパンで暴れている。ということで勝ったのはレインさん、ゴースさんです。